ディキスの石球のある先、コロンブスキ首長制集落群は、2014年にユネスコの世界遺産リストに登録された、コスタリカの世界遺産の一つで、プンタレナス州ディキス地方で、先コロンブスキに発達した、首長制集落の関連遺跡4件を対象としている。登録名に明記されているように、日本では通俗的な超古代文明、古代宇宙飛行施設関連書籍で、 大パーツとしてしばしば言及されるディキスの石球群を登録対象に含むコスタリカにとって4件目の世界遺産であり初の文化遺産登録となったかつてコスタリカのディキス地方では加工戦力岩、反霊岩などで多くの石球が製造されたほぼマダマをなすこれらの石球は1930年代のプランテーション目的の開墾に際して発見されたが 墓標の一種や何らかの宗教儀式にまつわる意味を推測する意見などもあるものの、今なお正確な製造方法や目的などは特定されていない。地元先住民にもこの石球に関する伝承は存在しないという。大パーツとしてことさらに謎を強調されることもあるが、当時の技術で製造可能な仮説は提示されており、超古代文明説や古代宇宙飛行施設などを 持ち出さずとも、説明や再現は可能である。排斥遺跡として、その配列に意味を見出そうとする意見もあるが、元の場所から持ち出されたり、破壊されるなどして、本来の配列の再現が難しくなっているものが多い。石球が残されている考古遺跡は45件に上るが、世界遺産登録ではその異なる側面を代表する4件が選ばれている。なお、 これらはアクセスが困難で観光には適さない。フィンカ6は放射性炭素年代測定で西暦750年から1450年と推定されている遺跡群で現在では周囲にバナナのプランテーションが広がる。フィンカはスペイン語で不動産、農場などの意味である。10ヘクタールほどの遺跡群が4つの地区に分けられており、 含まれる石球の直径は1.7メートルから1.9メートル。マウンドには、加工戦力岩の石球で飾られたものも含まれている。しかし、何よりも特筆されるのは、東西方向に2列に配置された石球を含む地区で、堆積作用によって地面に渦もれていたことで、本来の配列が保存されたとみなされている。世界遺産の構成資産に含まれたのは、それが理由であり、 構成資産の中では最も重要な機能を担っていたとみなされている。世界遺産としての登録面積は9.55ヘクタールで、干渉地域は65.7ヘクタールである。バタンバルの活動の式は、西暦660年から780年の間で、周期は30年の誤差で1320年頃とみなされている。この遺跡は、 1> 約1ヘクタールと構成資産中で最小だが、小高い丘に築かれている点に特色がある。直径0.7メートルから0.95メートルの石球を備えたこの集落遺跡は、リキスデルタや太平洋を一望できるだけでなく、逆にこの集落を離れた場所から視認できることが基本されていたと考えられており、そのような位置を占める唯一の例ということで、 構成資産に含まれた。世界遺産としての登録面積は0.8ヘクタールで、干渉地域は11.17ヘクタールである。エルシレンシオの活動の式は、西暦550年から650年の間で、周期は30年の誤差で1450年頃と、みなされている。この遺跡は、石球の作成に使われたと、おぼしき道具類が出土していることも、 さることながら、特筆されるのは、力士地方最大の石球が残されていることであり、それが、厚生資産に含まれる理由となった。その直径は2.57メートルで、重量は24トンであるという。世界遺産としての登録面積は6.16ヘクタールで、干渉地域は26.16ヘクタールである。グリハルバマイナス2。 放射性炭素年代測定が行われていないので、使われていた時期は未章である。いくつかのマウンドとともに、直径1.2メートルの石球が一つ残るが、他と違うのは石灰石でできている点で、この施設は集落にとって、副次的な位置づけであったと考えられている。そのような性質の違いが、構成資産に含まれる理由になった。 世界遺産としての登録面積は8.22ヘクタールで、干渉地域は40.39ヘクタールである。国立博物館に移された石球コスタリカの世界遺産の暫定リストには、2001年に空の下の充実、先コロンブスキ石球群の公園と題する物件が記載されていた。しかし、この物件は、それとは別に新たに2012年9月26日に、 暫定リスト入りしたものである。正式な推薦は2013年2月1日に行われた。それを受けて、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は、ホヤデセレンの考古遺跡、3、アグスティン考古公園、カホキア・フンキュ軍集立史跡などと比べても顕著な普遍的価値を認められるとして、翌年春に登録を勧告した。勧告を踏まえ、 第38回世界遺産委員会では、登録に反対する意見は出ず、保護、管理面での注文がついたものの、問題なく、登録が決議された。世界遺産としての正式登録名は、英語、プリーコロンビアンチーフダムセタルメンツ、ウィズストーンスフィアーズオブザディクイス、フランス語、エタブリシマンツデチェファースプリーコロンビンアベックで、スフィアーズメガリスクスジュディクイスである。 その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。